雰囲気が変わった。油断するな。見渡す限りの巨水の海。これ落ちたらどうなるんだ？どうって、やっぱり溺れるのかな。言われてみれば試みた話は聞いた覚えがない。栄えある先陣を切ってみるかね。遠慮しときます。ここはいわばレナそのものの墓場だ。死者の眠りをかき乱す真似は賛成できないぞ、ロー。いや、俺何も言ってねえけど。そうね、興味を持つのは悪いことではないけど、礼節はわきまえるべきだわ。とりあえず怒られるみたいだね。また落ちてすらいねえよ。王と巫女の力で精霊をレナスアルマに封じるとは言うけどな、実際どうやるんだ。確かに奨励の儀そのままというわけにはいかないはずだな。精霊力を操るのは300年前に経験済みだ。シオンも茨を抑え込んできた経験がある。問題は相手が強いだけでなく意志を持った存在だってことだ。間違ってもされるがままってことはないだろう。あらかじめ弱らせる必要があるということね、精霊を。暴走した時の茨はこちらが干渉できるほどだった。その本体ともなれば密度ははるかに上だろう。よく言えば私たちの方からも攻撃できるってことだね。それで一時的にでも力を分散させられれば、弱らせてその隙にレナスアルマを奪い取って、でもってそれに封じ込めるってか。難問だらけだけど腹くくる気はねえか。全てうまくいったとして、なあ、言ったとしてだぜ。この先どんな世界になるかか。なあ、やっぱ何もかも今と違っちまうのかな。間違いなく多くのことが変わるだろう。むしろそれが上辺だけにとどまらないかが心配だ。どういうこと？レナがダナを支配するのが終わってもその逆が始まっては意味がない。それってダナがダナをでもだよね。レナ、ダナ、精霊術、魔法使い、我々が己と他とを隔てる名目には事欠かない。そういうものが全部ちょっと手先が器用とか楽器が上手というのと同じになればいいのに。違いとしてではなく特徴として。力を持つ者がその範を示し続ければ皆習おう。そしてあるいはいつの日か示す者がいなくなってもそれが当たり前になる。だったら私たちが示そうよ。魔法使いや精霊術使いが当たり前のように人のために力を使う世界になるようにって。リンウェル、そうね、それがこれからの私たちの務めね。この間作った飯、手抜いたのバレた？違うよ。って、何？手を抜いてたの？話が逸れてるぞ、リンウェル。あ、そうだった。
あのさ、レナの装甲兵の鎧って中身は普通のレナ人が入ってるよね。ああ、着てるやつの力を強くする仕掛け付きなんだっけか。そう、それあれってさ、なんであんな大きいんだと思う？敵を威圧するためじゃねえの。まあ、それか中の仕掛けがかさばるとか。装甲兵とヘルガイムキルって背の高さ似てると思わない？そういや、そうだな。それが？もうだから、あの鎧はもともとレナ人がヘルガイムキルと同じ活動をするためのものだったのかもしれないと言いたいのだな。へえ、ってことはどういうことなんだ？どうって、それだけだけどさ、なんかこう、おおって感じしない？ああ、ちょうどいいや。キサラ、今日の晩飯なんだ？フルル。いったく、おい、何するんだよ！うるさい！むしっちゃえ、フルル！なんなんだよ、もう！なあ、俺たちって、なんだかんだ言って、すげえたくさんズーグル倒してきたよな。まあ、100や200じゃ効かないのは確かだな。どこに行っても必ずと言っていいくらい出くわすし。けどそれにしちゃちっとも減らなくないか？まさかどっかに牧場があるとかじゃないよな。レネギスならともかく、ダナにそうしたものが大々的に作られたという話は聞いたことがない。野生化したのが勝手に増えてるとか、そんな感じなのかしら。こっちは組織的に飼っているわけでもないし、全滅させるのは難しいだろうな。全滅？あ、それはちょっとかわいそうじゃない？リンウェル？だって元はダナやレナの生き物なんでしょ？それが改造されたものだって。そうね、私たちの都合で作り変えられた生き物、それがズーグルよ。人間が作り放ち、今度は危険だからと駆除する。確かに身勝手な話かもな。ズーグルとも共存できるといいのにね。そうは言っても町を襲ったりすることもあるぜ。野生化したはぐれでなければある程度レナ人が制御はできるのだがな。お互いの暮らす場所を住み分けられたら危険も減るんじゃないかしら。そういう意味では人間もズーグルも大した違いはないのかもな。見てくれよ、こんなに動物が増えたぜ。まさかローに飼育の才能があるとはな。やっぱ波長が合うんだね。照れる。
ロウ、もう少し言われたことの意味を考えた方がいいぞ。さあ、目的地に着いたわよ。やあ。前は気づかなかったけど、空振り屋って信じられないほど熱いな。何を今さらと、しっけ痛覚のなかった頃の話だな。ああ、我ながらよくこんなところで働いたり戦ったりしてたもんだ。おまけに顔を全部仮面で覆ってたものね。あの頃はレナの支配のせいで誰もが苦しそうなんだと思っていたけど、この暑さのせいもあったんだろうな。歩いているだけでだんだん頭がぼーっとしてくるよ。おい、それって熱中症じゃないか。水飲んだ方がいいって。この熱気の中での生水はやめた方がいいぞ。湯冷ましを作る環境があればいいんだが。そうだ、私毒のところに水をもらいに行ってくるよ。こういう時は水だけでなく少々塩も取ると良い気がしたが。岩塩が見つかるか探してみましょう。アルフェンは日陰で休んでいろ。シオン、ついててやってくれ。行っちゃったわね。みんな大げさだな。ありがたいけど。こんな時だけど、懐かしいわね。ああ。何もかもここから始まったんだよな。ここで私と出会ったこと、後悔してない。自分を取り戻し、壁を壊すきっかけをくれた。後悔するわけがないさ。あ、あら、いたのね、ロウ。
何見てんの、行くよ。今の子あ、どうだアルベ、鍛えているようには。筋肉のことじゃねえ。いいぞ。やったぞ。くっ。これは。やったぞ。いいの。ありがとう。この旅も刺激的な旅であった。なあ。なんかいろいろ集まったけどよ、やっぱ静かにしたまえ。声だ。え？チリチリになった異物たちが囁くのだ。
共に会いたい、一つになりたいと。へえ、リンウェルも聞こえるのか？聞こえるわけないでしょ。異物には興味あるけど、さすがにそれは。でもお前時々精霊力がうんたらって誰かと喋ってねえか？私ってデュオハリムと同じなの？並べてみると各々の魅力が際立つな。この流線形にあの幾何学模様、波の感性ではない。完全に世界に入っているな。アルフェンも武器のことになるとこんな感じだよな。えっ、俺もデュオハリムと同じ？あ、なんかみんな静かになっちまったな。輪っかの形で生焼けを防いだけど、代わりに何かを詰めるっていうのもいいと思うの。なるほど。でも何かってなんだ？麻婆カレーよ。カレーを詰めた。揚げパン。シオンが買い占めてしまいそうだな。これで何か作れるかな。なんだったらそのままでも結構よ。うわ、待って、食べないで。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れよ。ああ、やあ。ありがとよ。分かった。
ここまでは無事に着けたな。フルル、お友達がいるの？締め出してるっていう封鎖？ああ、らしいな。この向こうに問題のズーグルがいるんだ。この封鎖、変だわ。中途半端に古いみたい。それに、ネアズも壊していいだなんて。退治すれば同じってことだろ。なんだっていいさ。こんな封鎖で大丈夫だったの？軽々と壊せるものじゃないぞ。そうか、あいつか。さっさとぶっ倒してやる。油断しちゃダメだよ、ロー。厄介な奴がいるな。うん、勝てる見込みは薄そうだ。さらなる隙を引きつけろ。来てく、流星人。絡めとる。走行なんて俺には関係ねえ。敵に回したくないな。やばさまだ。精霊術か。いや、私が妨害を頼む。ありがとう、キヨ。もう無理はできないな。ああ、気をつけよう。やりすぎやろ。氷の槍を。ダダダ、やらせない。くっ、回れ。のたてよめ。やばさのオーラ。くれぞ。なんとって、あやけの前に無駄殺した。私は負けられないの。ここまでが仲間を。やばさのオーラ。ごまかない人間よ。いかず、この元に待って。いけるよ。レイズだ。ほら、出ていって。倒れてくれて、ありがとう。この元に。
騙せろ。この美人となれ。風に舞え。硬いやつを任せろ。肩よしよ。治癒術は任せておいて。やったよ。今は攻め時ね。騙せろ。
助かるわ。我々の皆を助ければな。誰も死なせない。ファーストエッジ。すまない。体勢を整える。大地の元に刻まば合わなかった。エアプレッシャー。行くわよ。これで大丈夫。任せたまえ。ハートレスハークル。死の力で取り戻します。どうせてやれ。死ねメッセージと。そっちに相手は任せろ。行ってるぞ。光よ。現実貫け。やめろ。死の力が動くよ。気ができた。この子逃がしてはあるまい。氷の波を勝つ。消えて。アンズヒトラゴラで。エアプレッシャー。全然足りない。邪魔者のオーラ。俺の真骨だ。ブラッディハウリング。試練メッセージと。大地の元に刻まれた現実。呼び戻さ。レイズデッド。戻して。ハートレスハーク。
奴は任せろって。バカだ、ありえる。手紙？ど、サナ、さっきのズーグルが守ってたってわけでもなさそうだ。ロ、俺？なんで？何？どうしたの？親父のだ。息子へ。お前がこれを読んでいるとき、俺たちの関係はどうなっていることだろうかと思う。だがまずはおめでとうと言わせてくれ。ここまで来たということは、折れぬ心、強い体、優れた技、そして何より頼れる仲間を得たということだろうからだ。その全てが揃っているなら何の心配もいらない。それがお前を正しく導いてくれるはずだ。だから今は別の話をしておきたい。早々と俺の元を飛び出していったお前も、いつか自分で考え決める大人になる日が来る。その時ダナとレナの間で血が流れることのない世界になっているかどうかは誰にもわからん。だがたとえそうなっていようといまいと、その世界でお前がどう生きるかはお前が決めろ。人の言葉には耳を傾けろ。だが流されるな。最後にもう一つ、いつかもう一度会うことが叶うなら直接言うつもりでいるが、明日をも知れぬ身だ。お前が俺のことをどう思っていようと、俺は母さんと共にお前を愛している。それだけは知っておいてくれ。お前の父の父だ。ジルはこんな、今さらこんなこと言われてどうすりゃいいんだ。俺は自分の主であり続けろと、かつてジルファは言っていた。ジルファは自分の思いを伝えた。それをどう受け止めるかは老次第だ。だがなぜこんな場所に老の父親は手紙を残したのだ。我々をここに来るように仕向けた連中がいる。彼らが語ってくれるだろう。
ほほ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 。さあ、私の感性を満たしてくれ。いい武具が入ったぜ。見た目はあまり好みでないな。今日は屋根の下で休めそうね。よし。これは。ありがとよ。
やっと着いた。やっと着いた。旅も刺激的な旅であった。ここまでは無事に着けたな。ここまでは無事に着けたな。さあ、目的地に着いたわよ。やっと。着いた。リンウェルの両親ってどんな人たちだったんだ？優しかったよ。厳しい時もあったけど、でも魔法のことだけは違ったな。それのせいで隠れて暮らさなきゃならないのに、どうして辛い思いして学ばなきゃならないのかしょっちゅうそれで喧嘩してた。でもこんなことになるならもっと真面目に勉強しとけばよかったかも。ローは？似たようなもんさ。生き抜くために鍛えろだなんだ、ずいぶんしごかれたっけな。親父よりレナの方がマシだなんて思ったこともあったくらいだけど、おかげで今こうして生きてられてる。一緒だね。まあ初めて会った時、俺が親父にぶちかまそうとしたのを止めたよな。隠してた魔法を使って。なんでだったんだ？多分どこかお父さんと同じものを感じたからだと思う。親父に？お前の親父さん俺の親父みたいだったのか？違うよ、全然違う。でもなんて言えばいいのかな、似てた。そっか、よくわからねえけど悪い気はしないな。うん。雪が音を吸い込むせいか、シスロディアはどことなく荘厳な感じがしますね。厳かさで言えば我がアウテリーナ宮も負けていないと思うが。否定はしませんが、この国の雪の白銀と青みを帯びた影は独特の趣があります。うん、確かにこの性質に張り合うのは不粋だな。
寒いだけじゃねえ。住んでる連中の心まで冷え切ってた昔よりマシだけど。冷え切った心の持ち主で悪かったわね。お前のこと言ってるわけじゃねえよ。だいたいそれ言うなら俺だって。いたずらに過去を振り返ってうなだれるより、そこから学んだものを明日に生かすことが大事だぞ。過去を振り返らなさすぎるのもどうかと思うが。あなたは少し振り返りすぎです。キサラは手厳しいわね。うちの女性陣は基本的に全員手厳しいと思う。同意。発言は控えさせていただこう。フルル、魚の干物があるんだが食べないか。フル、肉の方がいいよな。なあフルル。フル、ちょっとむやみに食べ物で釣らないでって言ってるでしょ。フルルもすぐ釣られないの。フル、すっかり人気者だ。そうね、最初はリンウェルのそばから決して離れようとしなかったのに。リンウェル自身が変わったのも大きいのかもしれないな。それはそうかも。私が気を許さない相手はフルルも警戒するから。それが今じゃフルルも含めてみんな家族みたいなものだもんな。私が考え事をしているとそばに寄ってくることもあるわ。触れられないのがもどかしいくらい。いつか撫でてあげて。すっごい柔らかいから。でもよ、そんなに懐いてるか。俺なんて未だにしょっちゅう疲れてるぜ。それは何か別の理由があるのではないか。序列の問題とか。序列って犬かよ。どういう時に疲れるんだ。例えば俺がリンウェルと話してる時とか、よく割り込んでくることあるな。ひょっとしてフルルのやつやきもち焼いてんのか。ああ、フルル焼いてて。だからつつくなって。こら。うん、良い組み合わせだ。フルフ。さあ、目的地に着いたわよ。風に乗ってひとっ飛びだったら。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。
こたびも刺激的な旅であった。こたびも刺激的な旅であった。メナンシアの気候は過ごしやすくていいわね。各地を巡った後だと特にそう感じるわ。だそうだ。よかったな。光栄だが、別に私が所有する国というわけではないぞ。そういう意味じゃないさ。そりゃあんたにとっても故郷ではないかもしれないが、それなりに思い入れある場所には違いないだろ。そこを褒められたんだ。素直に喜んだらいい。素直にか。難しいものだな。デュオハリムってどんなことでも難しく考えずにはいられないんだね。だから気づけることもあるし、悩みもする。そういう人だ。お察しするわ。それにしてもよくも様々なことが同時に重なったものだ。アルフェンの目覚め、シオンの行動、カラグリアのダナ人の放棄、スルドブリガの末期、俺の前にジルファがいたこと、そしてあんたがスルドになったこともだな。まるでこの仕組みを壊したかった誰かが私たちを引き合わせたみたいね。やめようぜそういうのは。自分の意思で決めたからこその責任だろ。ローにしてはいいこと言うじゃない。常々思うんだけど、お前の中の俺ってどんな奴になってるんだ。好感の持てるバカ。バカとはなんだよ。バカとは今のは前半の部分こそが重要でしたよね。無粋はよそう。こういうのは自分で気づかないとな。だからバカだと言われるのよね。ねえ、前から思ってたんだけどさ、ずっとデュオハリムの相手をしてられるキサラってすごいよね。そうか。そんなに難しいことをしているつもりはないぞ。難しいわよ。サボテンのトゲの向きで芸術を語るとか、とてもじゃないけど私にはついていけないもの。あと急に死みたいなのも話し出したりね。それも感想に困るようなやつ。あの人は語ることそのものを楽しんでいるんだ。無理に理解しようとする必要はない。彼は最初からあんな感じなの？メナンシアにいた頃はもっと落ち着いていたな。あくまで近衛兵としての印象だが。そういえばシスロディアのスルドには影武者がいたわね。まさか最初にヴィスキントで私たちが会ったのは。いや、あの人はずっとあの人だった。私たちに理想を語り、今も共に旅をしているあの人だ。そこ断言できちゃうのって、それも結構すごいと思うんだけど。考えてみればメナンシアのスルドとしては対等に話せる相手もいなかったはずよね。だとしたら、あの人が変わったのはお前たちのおかげかもしれないな。あんなおかしなところだらけとは思わなかったけどね。それも全部含めてあの人ということだ。ここまでは無事に着けたな。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。
二度と来るんじゃねえぞ。やっと着いた。こたびも刺激的な旅であった。見覚えのある景色は安心するな。見覚えのある景色は安心するな。休みしないか。さあ、目的地に着いたわよ。やっと着いた。風に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。
力で行くぞ。試練メッセント、俺の真骨だ。やばい、素早い敵は任せたとまえ。囲まれたか。を止めるよ。足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとくぜ。やばい、これで終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。ここなら二滝できそうだな。階段か。どっちに行けばいいんだ。上だよ。下にも気配はあるけど、そこまで大きくはない。上だな。よし。なんかアルフェンやけにイラついてないか。うん、なんだか機嫌悪そう。どうしたの。そうやって不機嫌を振りまいていると周りまで嫌な気分になるわ。え、ああ悪い。そんなに不機嫌に見えたか。ええ、話しかけづらいくらい。何かあったの。いや、小石がな。小石？足の裏に入り込んで、それがうまく取れなくて。ああ、わかるわかる。あれって妙に気になる時あるよな。ああ、なんだってこんな小さい砂粒がこんなにも痛く感じるんだ。落ち着いて。靴を脱いで逆さに振れば済むことじゃない。あ、そうか、そうだな。はあ、すっきりした。助かったよシオン。別に俺を言われるほどのことじゃないと思うけど、風が強い土地だから砂ぼこりが入り込みやすいというのはあるかもしれないわね。なんかアルフェン、通覚戻って人一倍そういうのに過敏になってないか。そういえばこの間野営で寝てた時、虫の羽音が気になるって炎の剣を持ち出しかけたよね。過敏っていうより気が短くなったって感じ。それは前からよ。どうしたアルフェン、顔が引きつってるぞ。いや、それが怒りたいが、怒れば相手の主張を認めたことになる。故に行き場をなくした感情が顔に出ているというわけだな。淡々と解説しなくていい。ほら、
たすら階段が続くだけで何もねえな。なんでこんなものが立ってんだ。暮らすためには見えないね。だよな。これを建てたやつはよっぽど変わり者だったんだろうね。私たちでも感じ取れるほど濃いわね。みんな覚悟を決めて。とっくにできてる。何が来ても驚きゃしねえ。空を見て。なんだありゃ。あれを相手にするといいのか。悩むのは後だ。今は目の前の敵を片付けるぞ。飛んでいる相手なら任せなさい。全力で行けそうだ。治っていく。空を飛ぶやつか。私なら撃てる。分かった。下げろ。ヤバトロール。ついたの敵を捨てると。水の獣に裁きを。アクロスターズント。ここまでだ。いくらでも相手になってやる。エンジェル。下げろ。総発射。さすがにあれは防げないぞ。みんな避けて。おっ、聖者の鉄筋よ、我が道を作れ。おいおい、やべえぞ。落ち着けろ。おお、落ち着いてるって。総発射。ランジ良い剣技だ。あんたはどうなんだ。煽ってくれる。相変わらず待てるのに。そうか、変わってないのか。ま、前から良かったってことに。でも全力でいけそうだ。ならば良かった。いけるわ。術を止められるよ。任せたまえ。新手か。相手になろう。空の奴にも気をつけろ。防波堤だ。貫け。未来の剣と進化した大地の元に刻まって、あがくがいい。防波堤だ。やらせない。まとめられちゃったよ。防波堤だ。防波堤だ。キラ回せよ。ストーリーが動く。助かるよ。水が当たないわ。やめてもらったっけ。
そうだ、この借りは忘れ深い。では一石儲けてもらおうか。分かった、考えとけよ。早くがいい、ヤマタノオロ。止める、仕方せ。はぁ、蒸発エロハッコラ、コラッタコラリーチェントナル、ヤマタノオロ。インクリエイトが止めるよ。暴発エレ、外さないわ。すごくいい、相手も術を使うか。そっちは私に任せて。
悪いわね、手間を取らせて。何文字が残るぞ。そう思っておくわ。水車の道を置いていかない。この道を突く。爆発させるぞ。この元に元気なしておく。流星陣が暴発する。やめるわけに。
走走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 
大地の元に刻まつけよ。やめろ、刻まつけよ。ヤマタのオーラ、ヤマタのオーラ、地の他の者を地の口より呼び戻さん。レイズデッド、地べたを舐めなさい。落ちて輝き集い、再生の力となる。与えるよ、いてつくわれ。リジェネレイト、手早い回復。無理はしない、助かる。我々の皆を助ければ。止めるもしなさい。レイズデッド、恵みの光を。生まろか、ヒース、総発入れ。いやレイズデッド、任せたまえ。ハートレスサークル、あがくがいい。浸水の叫び、ゲル、行かせるよ。振り下がれ。並大抵の腕ではないな。私は先に進むしかないよ。腕だけではないか。総発入れ。受け付く氷の槍よ。わけにはフリーズランド。乱れなくてしかも引けるぞ。止める、立たない方が楽だろ。打ち抜いてやろうか。上等な逆転したら敵はわずか。落ちるわよ。もう一踏ん張りだ。死の力を呼び戻す。総発入れ。貫け、私に任せて。総発入れ。総発しろ。総発入れ。ヤマタのオーラ、見事な連撃、勝算に当たりたい。傷をなくのもとにファーストエイドを発動よ。相手にするというのか。悩むのは後だ。今は目の前の敵を片付けるぞ。やば、目の前の敵を
ヤマタノオロチ水の精霊空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。カタイヤスターを落とせますね。ヤマタノオロチ元気かけても誰も失格。ヤマタノオロチそこまでだ。終わりよ。試練メンテスト。インテリータム。遠慮。流星人。この流星人いい調子ね。我らに聖なる加護エンジェルフェアリーパープこれは治癒術か。君からは目を離せないな。面倒がすまない。精霊術だ。おいおいやべえぞ。落ち着けろ。おお落ち着いてるって。相変わらずの手前に。そうか、変わってないんだ。ま、前から良かったってことよ。シオンに気を使わせるなんて。飛ぶ相手は任せて。荒手か、相手になろう。空の奴にも気をつけろ。後で使う。大発見やけるぞ。やれるぞ、相手に絡めとる。ヤマタロウ、まとめては任せろよ。私に任せて。飛ぶ相手は任せて。私が止めるよ。恵みの人に反撃。その不完全な全力でいけそうだ。フリーズダンサー。ヤマタロウ、宿りて大発生。変わってるか。いかがだ、いかがだ。フリーズダンサー。行け。はっ。削られそうだ。我が道を救え。アクアサーベント。バカバカにしてやる。叩きつける。ヤマタノオロチ、これでいける。恵みの光よ、この元に。すり寄ってた天氷の槍が偉大な攻撃の元で。ここまでだ。ヤマタノオロチ状況が逆転したな。敵はわずか、押し切るわよ。もう一度踏ん張りだ。死の力が俺の真骨だ。止める。フェリスデッド、まとめて回復するわよ。総発パートレスパークル。死の力だって呼び戻す。ヤマタ、ヤマタのオラスは総発生。行くわよ。もらった光を貫け。私に任せてくれ。光を貫け。ヤマタのオラス、フリーズランサー。ヤマタノオロチ、ファーストライク。水の精霊術を宿って。ブレスト、さあ叩きつける。さあしよう。バッテンジン、いけるぞ。ヤマタノオロチ、外さないわ。恵みの光を行くわよ。並べろ。もう一発マグナレイ。総発生。永遠なる闇へのさらを倒れろ。ネガティブゲート、フェイズデッド。大地の負けには見るのですよ。止める。ロックブレイク、の力が呼び戻す。早くの前にレイアベルト先行。行けつくぞ。やりよ。よし、やれるぞ。重装ライザー。また出てきたよ。こいつは少々手こずりそうだ。総発入れ、ヤマタノオラ。総発入れ、私たちヤマタノオロチ、俺に任せてくれ。
ろ。凍てつく氷の槍。火の力で呼び戻す。リバンテッドが止められちゃったよ。我らの聖なる加護を得るものか。私に任せて。この国は忘れ深い。では一石儲けてもらおうか。分かった。考えておくよ。倒れ。かわせるか。大発入。ヤマタロウ。なった。これは大御所。動きを封じてやろう。見事な連撃。大発入。動産に与えそう。あそこの頭を奪った。立たせ。大発入。ブレッド。受け付ける。氷の槍よ。フリーズランド。今だ。使えるよ。負けられないの。早く。逃げるぞ。出てきた。我らの聖なる加護。死の力で。死の力で。マグナレイ。負けるものか。大発入。大発入。逃げきった。リーズランド。この相手は任せて。やだって。外さないわ。やれるぜ。カメラ使うね。そう、いるぞ。ああ、倒れろ。立たせ。傷を治すわ。私を置いていかないで。貫け。死の力で死ぬ。死の力で死ぬ。戻す。逃げるぞ。任せどまえ。カツカツのスピード。大発入。変わってるか。この前に。エアラスト。死の淵より呼び戻す。他の者は死の淵より呼び戻す。ライクスピードを盾に。フレンド。爽快を止められるよ。いじった。やれるぜ。ヤマタノオロチ。大発入。崩れた。ここで決めてやる。大発入。ヤマタノオロチ。嵐に飲まれろ。大発入。宿りて。大発入。ヤマタノオロチ。大発入。エッシュは。死の力で呼び戻す。総発入。早くの前に。やまても。私に任せて。体の剣。体の剣。体の剣。バラバラに。強烈。総発入。我らに聖なる加護。蒸発しろ。負ける。終わりよ。やまても。ベアリーパーク。一方的だよ。総発入。戦車の騎士
よし、今のうちに止める。ヤマタノオロチ、俺はヤマタノオロチ、ヤマタノオロチ、暴発入れ。呼び戻す。やれるぞ。やろう。
全部殻ごらけ準備完了炎を吐き込む乱れの身を果たす大発見バラバラにしてやる全然さ大発見ラッサイに任せてくれオハテラニビールルナスの手が必要かオハテイレ蒸発しろ蒸発しろ呼び戻さん蒸発しろイズデッドヤマタロール任せたまえ負けてられないやったよ今が攻め時ねヤマタロールラッサイ行くよあなたなしの戦いも考えられない蒸発しろ本当よ頼りにしてる固いやつは任せして俺の血を炎が切り抜かれろ固く攻め水者の山田の王我が道を作れ大発進れ我らに聖なる加護使ってあげてね彼女は強い問題ないかいいことじゃないんだけどアカンパーフェクト貴様の大罪あがくがいい貫け貴様の大罪味方強僕の相手は私外さないわ炎が大地を元に準備完了エラフレッシュ氷の槍よ長くがいい早くの前にストライク
ディビール、隙ができた。この攻撃逃がしてはあるまい。進よ、任せてくれ。我が道を通じない。ここはパーフェクト。ライキュー成功。早くの前に火の矢を射出そう。フリーズだ。総破壊の前に火の矢を射出そう。レイズだ。よし、己が尽きたか。恵みの光を。このままでは手も足も出ない。私がやるわ、アルフェ。分かった、任せたぞ。いけるわ。強っ、落とそうよ、アルフェ。一か八か。これが弱点か。先にこいつらを片付けるか。燃えろ、総発射。ヤマタノオロチ総発射。やったな。うん、精霊力も散っていってる。もう問題ないよ。はあ、肝が冷えたぜ。光のことも解決したし、バイフォン。うん、ああ大丈夫。ただ思い出しただけ。私はダナにもレナにもなれない化け物。そうにしか見えないもんね。そりゃ魔法を使えるのはちょっと変わってるかもだけどさ、そんなこと言ったら誰だって。俺は顔も記憶も痛みもなかった。名前に至っちゃ鉄仮面だ。おまけに大昔の生まれと来てる。私も茨があるし、ティオハリムはスルドの地位を捨てた異質なレナよ。キサラは大真面目にダナとレナが一緒に暮らすことを考えてるし。俺なんて敵の下っ端やってたんだぜ。みんな、あれだ。そう、それは言わなくていいんじゃないか。あら、でもアルフェ、あなたも夜歯ぎしりがひどい時。余計なお世話。そんなこと言ったらシオンだって。私が何。あ、おいよ、ローが変なこと言うからだろ。ありがとう。でもうちにこもってちゃダメなんだってそう思うの。だから大丈夫。彼女にとって魔法使いであることは負い目であり続けるのか。ダナじゃリンウェル以外にはいないだろうからな。隠しておく方が楽ではあるんだろうけど、それじゃああいつが救われねえもんな。うん、
までは無事に着けたな。くそ。うん。おい。なんだ。うん。この。待ちたまえ。ほう。え？うん。待ちたまえ。え？うん。よし。でもそれに魔法使いだからこんなに助けられちゃって、なんかすっきりした顔してんな。うん、この先違う生き方ができる気がするんだ。ああそりゃよかった。あ、でもなんでまだ。もう、ローも早くデュオハリムみたいになってよね。備えあればというが、お金の備えが。何ジロジロ見てるのよ。そう。どんなもんよ。シオン、少しいいか。うん。何か話があるのかと思ったけど、用がなきゃダメだったか。いいえ、前は分かり合わなきゃってあれこれ話そうとしたもんだったな。そうね。ねえ、どうした。そのよかったら一緒に作らない。何をだ。何って、その夜食なんだけど。え、夜食。あの、ああ夜食ね、もちろんそうだよな。何だと思ったの。
いや、なんでもない。気にしないでくれ。それで、何を作るんだ？この材料、見覚えはある？これは、シオン。覚えていた？そう。私たちが初めて一緒に食べた料理。あの時は随分不評だったけど。根に持たれてたか。悪かった。冗談よ。これにしたのは手軽に作れるし、夜食にちょうどいいから。さあ、始めましょう。二人でならすぐできるわ。これをまた二人きりで食べる日が来るなんて思わなかったな。あの時と今、思えばいろんなことが変わったわね。食べているものは同じなのに。食べているものだって変わったさ。あの時よりずっとうまい。あれ以来、私もあなたもそれなりに経験を積んだもの。味だけじゃないんだ。なんていうか、食べていることが楽しい。ええ、わかるわ。戦いのこと、世界のこと、大変なことが全部終わっても、こうして食べることだけは変わらないんだろうな。そこは変わりようがないわ。生きている限り食べるんだから。その時もこんな風だといいな。さすがにもう野営はしてないと思いたいけど。もちろん家の中だ。雨の心配のない屋根の下で、焚き火でなく暖炉があって、丸太でないちゃんとした椅子に綺麗なお皿を並べる大きな食卓、急ごしらえでない台所。ご飯時にはその台所で一緒に並んで、ちょっと作りすぎたみたいだな。食べきれない。そうね、もったいないし、誰かまだ起きてないか見てくるわ。一緒にか。寝相悪かったらごめんなさい。おはよう。行きましょうか。やっと